C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。今日もきっちりタイムを測ってやっていきたいと思います。実はですね、自分のカットタイムがどのくらいだかっていうのはわからない人が非常に多いんですが、思ったよりも時間がかかっていると思います。ぜひ自分のカットタイムを把握してみてください。そして今回の要望なんですけども、前回ウルフにカットをしたんだけれども、やはりボブに少しずつ戻していきたいという要望でした。ですので、積極的にアウトラインを切るんですけれども、本人希望がそこまで短くしたくないということなので、まあ何回かコースでレイヤーを少なくしていきましょうという話をしました。ですので、毛先は、そうですね、指1本から1本半ぐらい切っていって、トップのレイヤーをキープして、レイヤーの高さをどんどん少なくしていくという方向でやります。ですのでカットはね、結構早く終わると思います。何の変哲もなくアウトラインを切っているような感じに見えると思うんですけれども、よくね見ていただくと分かるんですけども、角度をですね、まっすぐ下、右に10度20度30度、左に10度20度30度っていう風にですね、動かしながらカットしているんですよ。そうすることによって動いた時もなんかペラペラした毛が出てこないような感じでカットできる。要するに可動範囲が広くカットできるっていうことなんですね。だからまっすぐ下に下ろして、まずアウトラインは決めるんだけども、その後に、まあ、ダイレクションって言いますね、そのステムを右左に動かしながらカットすることで、出てきたところをカットして可動範囲を増やしていくという作業をこの長さでもねしてあげると、やはり違うと思います。アウトラインのカット後ですね、一応トップを上に出すだけ出して、まあ、ペラペラしているところがあれば切った方が重みが出るので、まあ、本当に整える程度トップのところをカットしています。アウトラインの長さのチェックもちゃんとやります。っていうのはですね、僕みたいにですね、カット20年目とかになってくるとですね、もう結構適当になっちゃうんですよ。なんか自信があるんだと思うんですよね。なんか線の長さ合ってんだろみたいな。だけどね、合ってないです。確実に人間の感覚っていうのは、やっぱり1年とかの長い期間じゃなくて、本当1ヶ月とかの期間でずれます。ですので必ずですね、左右の長さを確認をして、左右が合ってるかどうかっていうのは確実にチェックした方がいいです。セニングに入っていますけれども、まあ、量感は、まあ、そんなに多い数ではないので、そんな取ってなくて、まあ、先ほどカットした
整ってパチンと整っちゃったところを少しぼかすという程度のセリングの入れ方です。全体のカットも整える程度ですので、なるべく時短で終わりにしたいし、ウェットの段階でですねほぼ終わりにしてしまって、ドライの時にカットをあまりしたくないので、ここで前髪も決めてしまいます。ある程度もちろんね、ドライの時に問題があればチェックはするんですけども、ドライやんなくてもいいかなっていうぐらいまでここですね切り込んでおくのが大切です。ということでカットが終わりました。11分40秒ということです。ほぼウェットでカットすべて終わってますので、ドライはほぼやりません。実際今回もドライはやっていません。そのまま仕上げて終了にしています。しっかりアシスタントに今回のカラーの趣旨ですね、根元はこういう風に染めます、毛先はこういう薬を使ってこういう風に染めますっていうのをですね伝えることで、アシスタントの教育にもなるので、そういったところすごく大切だと思います。使用カラーはグレーカラーなんですけれども、中野製薬サスティの 7NB、 毛先はニューカラーのモーブルローズ 7T ですね、そちらを使用しています。ノンアルカリですので非常にダメージが少ない組み合わせとなっています。仕上がりがこんな感じ、非常に綺麗な色ですね。ほとんど加工はしてないです。これでですね、毛先に入れるのは、2回に1回ぐらい、あとはリタッチという感じでやらせていただいております。この動画良いと思いましたら、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。またサロンワーク動画を上げていきたいと思いますので、それまで待っててください。それではさようなら。